水銀電池の典型的形状。写真はロシア製のマイナス53は、の略である。水銀電池は消極材として酸化水銀を用いた乾電池である。水銀乾電池、酸化水銀電池、ルーベン電池、RM 電池とも、起電力約 1.3V、小型、軽量であり、写真機や小型映画用の撮影機、時計、 補聴器等に使用されたが、環境汚染の問題から、1996年にアメリカ合衆国で禁止されたほか、多くの国で禁止され、現在はほとんど使用されていない。酸化水銀、亜鉛電池システムはすでに100年以上前に知られて、いたが、1942年に PR マロリン紹介の共同設立者、 科学者であるサミュエル・ルーベンが安定した水銀電池を開発したことにより、金属探知機や弾薬、およびトランシーバーといった軍用機材に有効活用され、初めて広く使用されるようになった。ルーベン電池と呼ばれるのは発明者の中から、RM 電池はルーベン・マロリー電池の略である。特性が優れているため、古くからボタン型電池として、 1970年代までのカメラや補聴技用などに広く用いられてきた。1970年代に入ると空気亜鉛電池が登場し、市場での地位はその安全面と性能から急速に変化した。地球環境保護の観点から水銀の使用を廃止する傾向にあり、日本では1984年に当時の厚生省と通商産業省が要請し、業界団体が 水銀電池の回収強化や代替製品の研究を推進1995年に製造を中止した。欧州も ROHS にて午後5時以上の水銀を含有する電池の流通を規制している。これらの国々では市場にはほとんど流通しておらず入手は困難である。中国や発展途上国では製造、輸出が行われており広く流通しているため輸入品の電池については 注意が必要である。使用済みの水銀電池は、小売店や自治体により回収されリサイクルされるものがあるが、対応はまちまちである。水銀電池の断面図。電極が鉄、側面を覆うのが亜鉛、内部には酸化亜鉛溶液が充填されている。正極に酸化水銀、不極に亜鉛、電解液として水酸化カリウムに酸化亜鉛を溶解した溶液を用いる。 一次電池としては最も放電特性が優れており、放電末期まで端子電圧がほとんど変化しない。交渉電圧は 1.35V である。IEC6086 では R はボタン型、円筒型を含む円形を示す。積層水銀電池以外は 1.3V。製造禁止以降は電圧が近くサイズが同一のアルカリ電池、酸化銀電池。 二酸化マンガンリチウム電池、空気亜鉛電池で代替される。現在では、カメラ用などに用いられた、水銀電池は2005年に無水銀化に成功した、酸化銀電池などで代替している。酸化銀電池の交渉電圧は1 5 5トであるため、電圧を正しく合わせたい用途には、酸化銀電池にゲルマニウムダイオード、ショットキーバリアダイオードなどを接続して0.2、 ボルト程度の電圧効果を得る。小型の酸化銀電池を差し込み、水銀電池と同様の形状で使用するためのアダプターが市販されている。ただし、水銀電池と酸化銀電池の電圧特性が異なるので、表示された露出に対して、撮影時の露出設定を補正する必要がある。ボタン電池型アルカリ電池は2009年に無水銀化に成功、代替電池として使用されるようになる。 腕時計をはじめとする小型時計にもかつては水銀電池が多用された。その中でも機械時計とクォーツ時計の過渡期の技術であるブローバ社の音差時計は電池電圧に音差の振動が直接左右されるため酸化銀電池などを用いる場合には特殊な改造を施さなければ正確な時計ができなくなってしまう。補聴技用には空気電池が使われている。ありがとうございます。